古典朗読「平家物語」自称五年潤う月平家全盛の世を築いた平清盛が病に没したそんな中東国の源の頼朝に続いて信濃の国の源氏木曽義仲も謀反を起こし信濃に攻め込んできた平家方のって。 越後の,蝶の城を長持を奇策によって横田河原で撃退するしかし頼朝義仲この二つの源氏の勢力も一枚岩とはならず亀裂を生じさせていくのであった「尾崎四郎現代語訳平家物語」第七巻 北国下校寿永2年3月上旬同じ源氏同士の木曽義仲と兵衛之助頼朝の中にひびが入った頼朝は義仲を討つために十万余儀を引き連れて信濃の国へ乗り込んでいった驚いた義仲は与田の城を出ると信越の境にある熊坂山に陣を取り 信濃の国善光寺に着いた頼朝のところへ、乳母の,の子で復讐の家来でもある今井の城を兼平を使者として送った。どういうおつもりで義仲を討とうとおっしゃるのですか。あなたは党八角国を従え東海道から、私は東山北陸道よりと、目的は同じ、一日も早く兵器を滅ぼしたいということであるはず。それを ここであなたと私が仲たがいし、同士討ちしたとあっては、今までの苦心も水の泡です。平家の者どもから嘲笑を買うことも目に見えております。確かにあなたと仲の悪い十郎クランド殿は私のところに来ました。しかし、わざわざ義仲のもとに来た者をすげなく返すのも気の毒で、今は一緒に暮らしておりますが、そうかといって、 この義仲があなたに恨みがあるとはあまりにとっぴな言いがかりでしょう。これに対する頼朝の返事は「今はそう申しているが確かに貴殿がこの頼朝を討とうという謀反の企てがあると申した者がいるのです。今さら何を言われても無駄ではありませんか」と言って取り合わなかった。その上、 土肥梶原などを先人にすでに売ってさえ差し向ける気配であった慌てた義仲は無本心のないことを証明するため嫡子清水の患者義重という当年11歳の息子に海野望月諏訪などといった一期当選の侍たちをつけて人質に差し出したので頼朝も初めて義仲の本意を悟りまだこのないところから 義仲の子を引き取って育てようと一緒に鎌倉に連れて帰った義仲は東山道北陸道をあらかた従え旭日昇天の勢いで都を目指して攻め上る気配であった平家の方でも去年から今年は戦があるからと予告しておいたので山陰山陽南海再開から 運河のごとき軍勢が集まってきた。東山道からは近江・美濃・飛騨の者が来たが東海道では東,東海から東の者のは源氏に味方しそれが北陸道となると若狭以北は一兵も集まらなかった。義仲を討った後頼朝を平らげようと北陸に向けて平家の諸将が下校することになった。 大将軍に小松の三味の中条これ森、越前の三味道森、田島の神常政、薩摩の神忠則、三河の神智則、淡路の神清房。侍大将には越中の禅師森俊上佐の大風判官忠綱、飛騨の大風判官影高、高橋の判官長綱、 河内の半岸秀国武蔵の三郎左衛門有国越中の二郎病へ盛ぐ、上の五郎病へ忠光悪七病へ過激清の面々合わせて十万余儀の大軍が寿永二年四月十七日都を出発したのである途中遠藤よりの挑発を許された彼らは行く道々で租税と言わず 物の具食料ありとあらゆるものを奪い取ったのでしまいに沿道にあたる家の者は家財道具を持って逃げ出す始末であった筑島もうで北国へ向けて進軍を開始した平家の一門のうち常政忠則、智則らは一足遅れ 近江の国塩津海津のあたりでしばらくとどまっていた。常政はシイカ還元にひときわ優れた技量の持ち主でこういう戦乱のさなかにあっても決して雅心を忘れなかった。琵琶湖のほとりで何心なくあたりの景色を鑑賞しているとふと湖の中にある島が目に入った。 友の投票へ有りのりを召して聞いた。あれは何という島かあれこそ名高い竹生島でござります。おう、あれがそうだったのか。それならば事のついでだ。参敬いたそう。常政は有りのりほか五六人の友を連れて島に渡った。ちょうど四月も半ば過ぎて、 春もようやく盛りを過ぎようとしている頃である。ウグイスの声は絶え絶えに、今やホトトギスの初声も聞こえようといった気配であり、島に降り立ってみると、その趣の面白さはしばらく言葉も出ないほどであった。かの真の始皇帝、漢の武帝が訪ねあぐんだ蓬莱堂も、ちょうどこういうところではないかと思われるくらいであった。 古いお経の文句にある。縁武台のうちに湖ありその中に金輪際よりおい出でたる水晶の山あり天女の住むところなりというのはこの島のことであろうか常政は竹生島明神の前にひざまずくとしばらく心を込めて記念を込めたそのうちに いつしか辺りに夕闇が立ち込めてきた。折しも昇ってきた陰暦十八夜の月が、古城を昼間のように照らし出した。月の光に、遮断始め辺りの景色は、昼間とは趣を変えて、神秘的な美しさを漂わしている。良い折でござります。かねてよりご名声の高い琵琶をぜひお聞かせください。 十字が寺にあった琵琶を差し出したのでもともと好きな道でもあり今日も乗っていたので常政は喜んで弾き始めた「秘曲」といわれる上弦石上の曲にまで来るといつしか辺りの空気も草も木も人も一体になってただ澄み切った琵琶の音だけが静かな湖水の夜を流れてゆくのである。 恒政の真偽に感じいたらしい常の袖の上に白流となって姿を現した恒政はあまりの嬉しさに感激の涙を流しながら一首の歌を詠んだ「ちはやぶル、神に祈りの叶えばや」「シルクも色の現れにけり」 幸先よしと勇み立った常政は喜び勇んで湖岸の陣所に戻っていった北国から都へと進軍してくる木曽義仲に対し平家は十万の討伐軍を派遣する数の上では圧倒的に有利な平家であったが 義仲は策を巡らし軍を分け栗から峠へと誘い出す日打合戦信濃の国にあって全軍の指揮をしている木曽義仲は越前の国に火打賀城という城を築かせたここは天然の要害で、ね 地方を険しい峰に囲まれすぐ後ろには山を控えあたり一面は義がたる岩石の山であった城の前には能見川新道川が流れこの二つの川の落ち合うところは大木を切って坂もぎとし水流をせき止めるために杭を打ち渡したそのためにせき止められた水が山の麓にあふれて時ならぬ湖が出来上がった これでは船でもなければとても渡ることは不可能であったから平家の軍勢は対岸に陣を敷いて手をこまねいて見ているばかりであった。幽稚賀城を守っていたのは平泉寺の斉明伊義士稲妻の信助、斎藤田林の六郎光明戸頭の入道物征といった面々六千余旗であったがその中の一人斉明伊義氏は かねて平家にはなみなみならぬ恩虎をこむっていたので内通の決心をするとそっと密書を矢尻に入れて平家方に矢を放った平家の兵がこれを取って早速大将軍の前に持ってきたかの湖は天然の湖水ではなく山の川をせき止めて人工的に作ったものです世に行ってから そっと水をせき止めている柵を切って落とせば、たちまちのうちに水の引くことは確かです。さすれば、馬の足場もよいところゆえ、急いでお渡りください。城内よりご加勢いたしましょう。かく申す私は、平泉寺の調理、西明伊岸氏にございます。平家方はその夜のうちに、 ひそかに足軽に命じて柵を切らせた。たちまちのうちに水の引いたところで、平家の軍勢は、どっとばかりに時の声を上げて、城に殺到した。多勢に無勢の基礎勢は、奮戦なしく一時ごとに配色深くなるところへ、さらに彩命の裏切りも手伝って、総崩れとなった。大将閣の稲津、斎藤、戸頭の面々は、 加賀の国を目指しして退却した平家はなおもこれら残党を追って加賀の国に追撃林富樫両人の城を焼き払って奇声を上げた勝利の知らせはすぐ都に伝わったが一門の喜びようは大変なものであった続いて加賀の国篠原で勢ぞろいした平家の軍勢は そこで二手に分かれた。大手に向かったのは小松の三味の中将を大将軍とする七万余機絡め手には薩摩の神忠則三河の神友則を頭とする三万余金で能登越中の国境志保の山に向かった越後の甲でこの知らせを聞いた義仲は五万余金の手勢を率いて駆けつけてきた。 吉中は軍を七手に分かち、叔父・クランド雪家は一万余儀で四方の山へ、西名高梨・山田の次郎らで北黒坂へ七千余儀、南黒坂には樋口の次郎・金光らが七千余儀、また一万余儀は福兵として、砺波山の口・黒坂の裾、松永の柳原・組の木林に。 今井の城を金平の率いる六千余旗はわしの瀬を渡って日の宮林に陣を構え大将義仲は一万余旗を引き連れ羽生に陣を敷いた頑<丈>平家の軍勢の様子を打ち眺めた義仲はおもむろに口を開いた。 平家は大軍じゃから、おそらくは都並山を越え、広い場所で正面から戦を挑むつもりであろう。しかし、そうなっては、無勢の我が方の不利。それよりも旗差し物を何十本か作り、源氏の白旗を一時に差し上げよう。すると平家方は、源氏方は定めて大勢の様子。のこのこと広い場所に出て行って取り込められてはかなわない。それよりも、 この山は用怪賢固の地だからしばらく休息していても大丈夫であろう。と思ってきっと山中でひとときの休息をいたすであろう。その間こちらはほどほどにあしらっておき世に行ってから平家方を一挙に栗から峠へ追い落とすのじゃ。義仲の予想はうまく的中した。平家は案の定、砺波山の山中。 猿のばばというところで腰を据え馬に水をやってしばらく休息することになった一方吉中は羽生に陣を取り辺りを眺めていると赤い鳥居が目に入った吉中はすぐ地理にくわしい者を呼び「あれは何の宮じゃ何の神をまつってあるのか」と尋ねた「あれは八幡様でございます」 このあたりは八万の御料なのでございます。吉中はその返事を聞くとすぐに初期として連れていた大部房各名を呼び出し、聞くところによれば八万軍のそば近いようじゃ。吉中はただいまより活戦に望むにあたり、広大のためまた勝利の祈祷のため感情を書いて収めたいと思うがどうじゃ。 まことに結構なこととでございます。と言って革命は馬から降り立って頑丈を書く用意にかかった。革命はその日黒川おどしの鎧を着て二重四刺した黒ぼろの矢を追い塗り込め堂の弓を脇にかいばさんだ勇ましい姿であったが兜を脱いで背中にかけえびらから小硯と多頭紙を取り出すと。 すぐ頑丈を書き始めた。革名は儒家の出身でクランド道宏と名乗って一時漢学院にいたことがあるが出家して西条坊新牛と名乗っていた例の高倉の宮の旗揚げの時御成寺の頂上に対する何との頂上を書いたのがこの新牛で清盛は平家の粕ぬか 武家のゴミという痛烈な文句で清盛をカンカンに怒らせなんとから北国に逃げてきたのである今では義仲の書記として名も大武房革命と改めていた革命は精神込めて戦勝の祈願文を書き綴ったそれに義仲はじめ13人の上屋のかぶらを抜いて御法殿に収めた 八幡大菩薩もこの精神あふれる,る祈願には心を動かされたのであろう折しも雲の中から飛んできた山鳩が三羽源氏の白旗の上を飛びかけたというその昔神宮皇后の白木征伐の時も味方の性が弱く今にも敗れそうな時皇后が天に祈りを捧げると三羽の霊球が飛んできて 戦はたちまち逆転豪豪の勝利となったことがあるまた義仲の祖先源頼義が貞党宗党を攻めた時味方の旗色が悪くなったので頼義は敵陣に向かいこれは真かなりと火を放つと風向きが変わり火は貞党の城を焼き払い頼義の軍は大勝したのである。 義仲はこれらの洗礼を思い出すと急いで馬から降り兜を脱ぎうやうやしく鳩を伏し拝んだ栗から落とし、砺波山,山を挟んで向かい合った源平良家の軍勢はその間わずか三丁という近さに対陣しながら一向に動き出す様子がなかった。 源氏も進まず平家も進進ままずず家源氏が弓の成臈十五機を繰り出し上屋のぶらを平家の軍にいこめば平氏もまた同じ十五機で十五のかぶらを返すというありさまである源氏が三十機出すと平家型も三十機源氏が五十機になると平家も五十機源氏型は一時でも時を稼ぐつもりだからはやる将兵を戒めて 勝負をさせない平家はこんな十作があろうとは夢にも知らずべんべんと日の暮れるまでこのばかばかしい戦いを続けているのであったやがていつか辺りも暗くなり人の姿も定かには見えなくなった頃北南より回った絡めての一万余旗が「頃はよし」と栗から堂前辺りで落ち合い海びらを叩き 一度にどっと時の声を上げたこれに呼応するかのように大手の基礎税は日の宮林の六千余期松永の柳原組の木林の一万余期もドッとばかりに時の声を上げる四万余期の時の声は夕闇の山々にこだまして頭上に何千という雷が落ちかかってきたようであった慌てたのは平家である。 確かに周りは岩石ばかりで、絡めてから回られるとは思っても見なかったのにと、ぼやいたところで、あとの祭りであった。腐敗に敵を受けて逆上した平家の軍勢は、返せ返せという必死の下じも何のその、もう命が惜しいばかりに、後ろへ後ろへと泡をくらって逃げ出した。ところが、 後ろは何しよう栗から谷が暗黒の口を開けて待っている。先のものが見えなくなるから、ああ、あとに道があるのだなとばかり、我も我もと谷をめがけて押し寄せるので、さしもに深い谷も、みるみるうちに人と馬とで埋まってしまった。子は親の後を追い、弟は兄を追い、それぞれ家来は主の後を追うというわけで。 あらかたの平家の軍勢が栗から谷の露と消えた。中には平家型の重だった侍、上総の台風藩願忠綱、飛騨の台風藩願景隆といった一期当選の強者も含まれていた。大力をもって聞こえた瀬能の太郎兼安は生け捕りとなり、火打賀城で裏切った平泉寺の西明伊義氏も捕らわれ、 即刻首をはねられた七万余儀の平家勢のうちかろうじて助かったのが二千余儀大将これ森道森もようやく命だけは助かって加賀の国に逃げ延びたあくる日吉中のもとへ欧州藤原の秀平のところから春明を二頭送ってきた 1一頭は黒月毛1頭は連前足毛の二頭とも稀に見る一物であった義仲はそれに銀の蔵をつけ白山神社へ戦勝のお礼のために人芽として使わした栗から谷の一戦に大将を博した基礎勢は四方の山に回った十郎クランドの軍の様子が気にかかったので四万余儀の中から 特にりすぐった二万余儀を引き連れて援軍に駆けつけた途中氷見の港を通るときおからの満潮で深さが見当つかない義仲はとっさに蔵を置いた馬十匹を水の中に追い放った水はちょうど蔵の端とすれすれのところで無事に十匹は向こう岸に着いたこれを見てすかさず二万余儀がどっと港を渡った 紫穂について見ると雪家の軍は平家側に散々手こずって疲労の色が甚ははだしく一息入れているところだった義仲は新手二万余儀を平家の三万余儀の真ん中へ突入させた戦国からの激戦で疲れている上に新手の敵のせいに平家方もここを先度と戦ったがついにむなしく攻め落とされた 平家の大将三河守智範はこの戦で討ち死にした。篠原合戦。義仲はそのまま四方の山を越え、能登の小田中、親王の塚の前に陣を構えた。そこから各神社に神療を寄付した。白山には、 横へ須郷へは呑みの将の八幡へは長屋の将喜比へは半原の将平泉寺へは藤島七郷といった具合である自称四年の石橋山の合戦の際平家に味方し頼朝に弓を引いた者たち又野の五郎景久長井の斎藤別当実盛 伊藤の黒をう氏、浮すの三郎重親、真下の四郎重直らは、そのまま京へ逃げ上って平家の侍となっていたが、戦のない時は、それぞれの家に寄り集まっては、酒を酌み交わし、世間話に興じていた。ある時、実盛の家で例の通り主演が行われた時、主人の実盛がひと膝乗り出して、声を潜めていた。 近頃の世のありさまを見ているとどうも源氏の方に運が強く平家はどうやら落ち目らしいこのまま平家についていても面白くないいっそ木曽殿に味方しようと思うがどうじゃ一座の者は実盛の意外の言葉に急に言葉もなく「そうだのう」というあやふやな返事をするばかりであったあくる日 再び寄り合いが、今度は浮須の三郎の家であった。すると実盛は、また昨日と同じように一膝乗り出すと。昨日、わしの言ったこと、おのおの型、どのようにお考えじゃ。と尋ねた。再び一座が浸透していると、又野の五郎が進み出た。我々一同は、 とにかく東国では一応名も知られたもの。旗色の良い方にばかりついて尾を振るのはあまりにもみっともない。方々はどうあろうと、この枯れさだけは平家にお仕えして最後の花を飾るつもりじゃ。すると実盛は笑いながら。実は、わしはおのの方の気を引いてみたまでのことじゃ。わし自身は。 今度の戦で立派に討ち死にをするつもりで二度と生きて都の土は踏むつもりはないと宗盛卿にも申し上げておいたのじゃよ一同はもちろんこの言葉に同意して同じ決心を固めていたその約束通りその座にあった者は残らず今度の北国の戦で討ち死にを遂げている 四方の山栗か殻谷で手痛い打撃を被った平家は加賀の国篠原に陣を敷き陣馬の休息をしていた吉中は5月21日の午前8時時の声を上げ篠原めがけて攻撃を開始した平家方からは畑山の庄司重義小山田の別当有重らを先陣とし木曽勢は今井の城を兼平 両軍三百機の手兵で軍を進めた初めは五機十機と小競り合いであったが次第に戦が進むにつれて今は敵も味方も全くの乱戦であった正午を過ぎて戦はますます白熱化し両軍とも死傷者がおびただしかった続いて今井畠山の両勢が退くと代わって平家方から 高橋の半顔長綱500余機基礎型からは樋口の次郎兼光落合の五郎兼行の三百余旗が互いに時の声を上げながら戦ったしかし高橋の判官の率いる面々はそれぞれ国々から借り集めた仮武者であったから命あってのものだねと戦わぬ先から逃げ越しで戦の最中になると続々と退却するのでしまいには ハンガンの周りの味方はほとんどいなくなくってしまったはは今は仕方なく一人落ちのびようとしたところへ乗りつけてきた一騎があった馬を並べるとムンズと組みついてきた敵をハンガンは蔵の前輪に押しつけた「何者じゃ名を名乗れい」越中の国の住人入禅の小太郎行重少年18歳。 兜の下から覗いている若々しい瞳を見いだしたとき、ハンガンは思わずため息をついた。去年失ったわしの息子も、今生きておればそなたと同い年。とてもわしにはそなたを殺すことはできぬ。助けよう。ハンガンは入禅を馬から下ろし、自分も降り立ってしばらく休んでいた。 助けてもらったが、何としても立派な敵どうにかして子宮をあげたいそう思っているゼ禅の心中も知らずハンガンはすっかり心を許していろいろ話しかけたりしたその隙を狙っていたゼ禅はあっと思う間にハンガンの内兜に刀を突き刺したしまったと思ってももう遅いさらに運悪く 入禅の老頭も駆けつけつてくる大力の判官も深傷には勝てずついにそこで撃たれたのである平家方の武蔵の三郎左衛門有国は三百余機源氏方からは仁科高梨山田の次郎五百余機で駆けつけてきた有国は敵中に突入して戦ううちに いいつか味方と離れていた群がる敵をいたおし打ち倒しているうちに矢種はすっかり尽きてしまった。馬も撃たれたが有国はそれでもひるまず刀を抜くと辺りの敵を何人か切り倒したが自分もその間に体中に矢をいられ立ったまま打ち死にした。 サネ森の最後。斎藤別当実盛はその日赤字の錦のひたたりに萌衣脅しの鎧をつけクワガタ打った兜の尾を締め黄金造りの太刀に切り舟や重刀の弓といういでたちで連前足毛の馬に金福林の蔵を置き人目を引く颯爽たる姿で立ち現れた。 木曽の家来、手塚の太郎三森は、実森に目を留めて呼びかけた。あっぱれ見事なる装い。味方の落ちゆく中をただ一人残られたは、一体どなたか、名乗らせたまえ。そういう貴殿は何者じゃ。手塚の太郎三森。これは良い相手。わしは血と訳があって名乗りたくないのじゃ。いざ参れ。 三森の傍らに寄ろうとすると三森の老頭が主人の一大事とばかり2人の間に割って入り実森にむずと組みついたあっぱれなやつめそなたは日本一の強力者に組みつこうというのか実森は老頭の首を前輪に引き寄せると首をかき切った目前に家来の撃たれるのを見た三森は 森の左手によると鎧の草ずりを引き上げてぐいと刀を二度突き刺した刺しも豪気な実盛もこの深傷にはたまらずどうとと馬から落ちるところを上からむずと押さえつけて首を取った三森は首を持って義仲の前に出るとおかしな男を討ち取ってございますただの侍かと思うと のひたたれなどをつけ大将軍かと思えば後に続く侍もなく名乗れと言っても名乗りたがらずそれに声は万能声でござったようですうんこれは実盛のようじゃがわしが幼い頃の記憶ではすでにその時白髪じりだったと覚えているがこの首の瓶もひげも黒いのはおかしいのそうじゃ 樋口の次郎は実盛とは昔なじみ樋口を呼べ。樋口の二郎は実盛を一目見るなり即座に「これは確かに斎藤別当でござります」と言いながらハラハラと涙を流したしかしそれにしてはおかしい瓶もひげもまだ黒々としておるわいもし実盛ならばもう七十一のはずじゃ それだからでございます。あまりにも哀れでつい涙をこぼしたのですが実盛は常から六十歳過ぎて戦場に出るときは瓶ひげを黒く染めて年より若く見せようと思うと言っておりました若者たちに紛れて先駆けするのも大人げはなしさりとて老い武者と侮られるのも口惜しいからじゃと申しておりましたが やっぱりその通りにしたものと見えますとにかく洗ってみればはっきりいたします実盛の首を洗ってみると白髪頭の老人であったこれには座にある一同深く感銘したのであった大将軍でもないのに錦のひたたれを着て出陣したのにはこんな話がある 出陣の糸間乞いとも越えに宗盛のところに赴いた時「実盛金がね例の富士川で水鳥の羽音に驚いて逃げ帰ったことを残念に思っておりましたがこの度は北国征伐に加わることができおいの実の本もこの上は立派に討ち死にして果てたいと存じまする」つきましては私は元越後の国の者 昔から故郷には錦を着て帰れと言われております。私に錦のひたたれをお許し願えないでしょうか。宗盛は実盛の心がけにひどく感服して錦のひたたれの着用を特に許したのであった。上 4月中旬、都を建つ時は十万余機の軍勢が一月たって京に戻った時はわずか二万余機というありで夫を失い子を失った人々の嘆きの声念仏の声があちこちから聞こえてきた越前の功にひとまず落ち着いた義仲は家の子郎党を一同に集めて会議を開いたというのは 義仲が都を攻めるにあたってまず気になるのは何といっても三門の虚襲であったからだ。三門を滅ぼしたために悪運尽きて都を落ちようという平家を倒そうとする義仲がこれまた三門に歯向かうというのでは平家の二の舞も同然。しかし近江を通って都へ入ろうという義仲をやすやすと通す三門でもないと思うし。 いかがいたしたものであろう。大武蔵革命が一歩進み出た。三門の宗徒と申せばそのせい三千という大人数でござります。彼らの意見が全く同じとは考えられません。とにかく一度頂上をやってみたらいかがなものでしょうか。三門のあらかたの思惑もわかるかとも思います。義仲も 革命の意見をもっともと思い、すぐに頂上を書かせた。保元、平治以来の平家の悪逆無道ぶりは目に余るものありと覚え候去る自称三年には法王を鳥羽殿に押し込めたて祭り、また四年には高倉宮持餅人王の御所を取り囲むという無法もあえて行い候楼。義仲は、 持人王からの領事をいただき、釉薬出陣。次来、連戦連勝の幸運を得候これすべて義仲の武略にあらず、人へに神仏の御加護とのみ覚え候今日、兵士敗北の後を追い、都への道を急ぐにあたり、三門諸慶の思惑、いかがかと思い候楼。平家に同心か、あるいは源氏へ同心か。 もし平家に同心人戦の心構えならば三門の滅亡はすでに時の問題と覚え候。願わくは神のため国のため君のため源氏に味方されんことを切に恋い願い騒三門の大師はこの義仲の手紙によって動揺した源氏に味方しようというもの、 長年の恩義によって平家を見捨てるべきでないというもの意見は全く二つに分かれたかに見えたするうちに老僧が立って「つまるところ我々はただ国家の安泰と天地の長級をお祈りすることが義務であって政治的な恩義は何一つ受けておらぬはず平家は天皇のご外席でもあり その繁盛を祈るのは当然なれどあまりにも悪行が多すぎ今や権威も地に落ちた感があるそれに引き換え源氏の姓は侮りがたい将軍の波に乗っている源氏に背いて落ち目の平家に味方して何の益があろうそのため三門の滅亡を招くがごとき断れば当山建立の精神にも反する 平家長年の恩義は恩義じゃがこの際源氏にお味方するのが当然じゃこの言葉には三門の一同も「もっともなこと」だとうなずき合いすぐその趣旨に従って義仲に返帳を送った平家の方は義仲と三門の間にこんな名役の交わされたことは夢にも知らなかった。 幸福恩城の領事とはいろいろ因縁のある間柄ゆえとても味方はしまいが三門はいまだ当家に恨みもないはず三能大師に帰省して三千の衆到を味方につけようと一門の苦行十人が連書の願書を書いて三門に送った三門は伝教大師この方仏法繁盛の霊城として 国家に備え候この度源の頼朝大胆にも朝廷を軽んじつり義仲幸家と語らって臨境遠境、数カ国を略領暴虐目に余る者あれども官軍利を得ずして京成なり。今神明仏陀のご加護なくんば反乱を鎮武するをえん。 以下で今日以後三門の喜びは一門の喜び鮭の憤りは一門の憤りとなさん。青木願わくは三能七者王子眷属東西万山御法庄主日光学校無二の丹精を照らし唯一の元王を垂れたまえ。さすれば逆賊亡身は立ちどころに軍門に下り孔兵慶都にさらさん。 よって一門の苦行幾同恩に礼をなし寄生を生いたす寿三味行兼越前の神、平の圧村道盛寿三味行兼右近への中将、平の圧村助盛小三味行右近への権の中将、兼伊予神、平の圧村これ盛小三味行 上の中条兼播磨の神平の圧村重平小三味行上門の神兼近江尊海の神平の圧村清宗三義小三味皇太后宮の大部兼首里の大部加賀越中の神平の圧村常盛十二行中納言兼左兵衛の神征夷大将軍

すぐにシュートには披露せず十禅寺の御殿で三日間家事をした上で初めて一堂に見せた頑丈の上巻きに一首の歌が書かれていた「平らかに花咲く宿も年ふれば西へ傾く月とこそなれ」しかし今となってはすでに手遅れであった。 源氏同心の決意を固めた秀都にとっては三王大師の哀れみも天台座すの祈りも無駄であったのだ平家はすでに運に見放されていたのである栗から峠でまんまと義仲の策にはめられた平家の討伐軍は 十万余暇を二万にまで減らし壊滅状態になって都に戻ってきたその後比叡山とも手を結んだ義仲が京に上ってくるとの知らせに狼狽した平家はもはやこれまでと安徳天皇三種の神器と共に京を離れ西へ落ちてゆくことに決めた。 賃貸の都落ち人生の反乱を鎮めに再火した肥後神貞義は、半島を平らげて無事に帰京した。時に7月14日である。すると22日の夜半、にわかに六原の辺りが騒がしく、神馬の往来が激しくなり、家財道具などをあちこちへ運び隠している様子で、 まさに敵が京に乗り込んできたかのようであった。明くる朝になって事の真相が分かった。身の源氏、佐渡の右衛門の城重定という男があった。保元の乱の時である。鎮西八郎為朝が落人になったところを絡め取った手柄がもとで上門の城に任ぜられ、それがために源氏一門から憎まれ、 平気型にこびへずらっていた。22日の夜、その男が六原に駆けつけてきて、木曽義仲、でに五万余儀にて攻め上り、比叡山東坂本まで来ております。また、縦の六郎近方だ、大武蔵革命六千余儀は、三門の衆と三千と合併して、都へ攻め入る模様です。この突然の知らせに、 平家一門は老狽の局に達していた。しかし、このまま慌てふためいても仕方がないので、方々に打ってだけは差し向けることになった。まず、とももり、重平の率いる三千余儀は山科へ、道森、紀常ら二千余儀は宇治橋を固め、雪森、忠りの一千余儀が淀の守りにあたった。 一方、源氏方は、雪家が数千機で宇治橋に来たとか、また、矢田の半岸吉清が大江山方面から都へ攻め上るとか、あるいは、摂津の国、河内の源氏が、運河のごとき大軍で都へ寄せてくるとか、さまざまな怪しい不安に満ちた風雪がしきりに乱れ飛んだ。この上は、 どこまでも一緒になってどうにでもなろうという意見が平家の体制を占め方々に差し向けられたうって一同を再び都に呼び返し都落ちの用意をすることになりました宗盛は県令門院のいる六原池殿を訪ねてそう言った勝ちに乗じた基礎税は早晩都へ攻め入る所存と思われます 一族もろとも都の中でどのようになろうという意見もありますが私としては陰をはじめ代理ともどもひとまず西国へ落ち延びその上で対策を講じようと思いますがいかがなものでござりましょう今となってはどのようにでもあなたの言う通りにいたしますよそれにしてもあまりに情けない世の中になりましたね と、冷めざめとお嘆きになるご様子に宗盛もこれからの暗淡た,たる未来を思って首をうなだれるのであった法王は平家の計画をいつかお気づきになったものらしい。あぜちの大納言助方のご子息馬の神助時一人を共にしていずくともなくそっと御所を忍び出られた。 誰一人としてこのことに気づいた者はいなかったその日法重寺殿の巴をしていたのは平家の侍で吉内左衛門の丞末安という常々機転の聞く男だった法王,王の御座所のあたりが騒がしく忍び泣きの声さえ漏れてくるのでそっと聞き耳を立てていると「法王,王はどこへ行かれたのでしょう」 お姿が先ほどから見えませぬ、などという声が聞こえてきた末康が慌てて六原へ中心すると宗盛りもドキッとして「まさかさようなことがあろうとも思われぬ何かの間違いであろう」と言うが早いかすぐ宝十字殿へ駆けつけた確かに法王,王だけがもぬけの殻であった ニードのタンゴドの以下の女房たちはそのまま居残っているが誰一人法皇がいつ御所を抜け出られたのかどこへ行かれたのか知るものもなかった宗盛はすっかりがっかりして屋敷に戻ってきた法皇の失踪はたちまち京の町に知れ渡った人々の驚きは大きかった それまではまだ冷静を保っていた平家の一族にとって、それは決定的な打撃に近かった。今はただ、幼い主将ばかりが唯一の頼みである。その日主将は、国も県礼門院の膝に抱かれて腰にお乗りになった。六歳の幼児では、もちろん何もわかろうはずはない。そのいとけない様子が、 かえって哀れである。宝剣、心境、現状、美は、鈴鹿、和言、などを取り忘れるなよ。兵大納言の声がかかったが、何しろごたごた騒ぎの最中で忘れるものも多く、その時御座所にあった漁剣なども忘れたものの一つであった。しかし、 ようやく出発の準備が整った兵大納言をはじめ蔵守信元ぬきの中将時真の三人が遺憾即退でみこしのお供をし武装した兵たちが周りを警護していった摂政元道も主張の行幸にお供して加わっていたが七条大宮のほとりで一人の童子が車の前を横切った。 何気なく見ると、同時の左たもとに、春の日という文字の書かれているのが目に入った。春の日とは、代々藤原氏の守り神である春日大明神のことだから、元道もなんとなく心強い気持ちになっていると、その同時の声らしく、いかにせん、藤の末葉の枯れ行くを、ただ、 春の日に任せてや民何事も春日大明神に任せよというご真意であろうか元道は友の新道左衛門の城高直を帰り見てどうも世の中の様子を見ると主情の行幸はあっても法王のお行方は分からぬしこの先は不安じゃのうそなたはどう思う と安に西国落ちに参加したくないことをほのめかすように言ったので高をもすぐに主の気持ちを察し車の牛飼いに目くばせした牛飼いも心得たもので都落家の方角とは反対に都を北へとひた走りに走り北山の地足院に入った元道の車が1人外れて 大学違いに走り去るのを見た平家の侍が追いかけようとしたが周りの人々から阻まれてやっと思いとどまったコレモリの都三味の中将コこれリにはすぐる子型に事件で紛死した新大納言成親の娘で 東大一の美女と言われるほどの美しい北の方があった。二人の間には六代御前と呼ばれる十歳になった若君と八歳の姫君がいた。常日頃からいつかはこういうこともあろうかと覚悟はしていたもののいざ別れが現実に迫ってくるとさすがに別れの辛さが身にしみるのである。 桃の花びらのように可れんなおもざし、風になびく柳のように長く美しい髪の毛、何年間か慣れ親しんだ奥方との別れは、ことにつらいものだった。日頃からそなたも存じておられるように、この度の選曲は我が一門に不利なことばかり。ひとまず西国に落ちて、その上で再び旗を上げようという宗盛教のお言葉じゃ。 よって、私も一緒に一門と運命を共にするつもりじゃ。何しろ、行く先々で敵を迎え撃ちながらの都をちゆえ、私の身に万一のことがあろうかもしれぬ。もしこれも討ち死にの知らせを耳にしても、決して髪を下ろして天などに身をやつすではない。そなたはまだ若く美しいみそら。情けをかけてくれる人もあろうから。 その人にすがって幼い者たちを大事に育ててくれよ。これ森の心からの慰めも今の北の方には一言も耳に入らないらしい。ただ頭から衣をかぶって泣き伏しているばかりである。そのうちに時間も迫ってきてこれ森も気が気ではない。後ろ髪をひかるる思いで立ち上がると、 泣き伏していた北の方がようやく頭をもたげて、これ森のたもとをしっかと押さえると。父、成親がこの世を去って以来、私は全くの天涯孤独の身の上。あなたに捨てられたら、一体誰を頼りに生きてゆけばよろしいのですか。それをまた、他の人に縁付けなどと、あまりにもつれないお言葉でございます。 夫婦の縁は前世のちぎり、あなた様以外にまみえる気はございませんのに、夜半のむつごとにも、どこまでも一緒に、生きるも死ぬるも一緒、野原の露でも、水の底の木図でも、共になり果てようという約束をしておりましたことが、みんな嘘になるはずがござりましょうか。それも、せめて独り身ならば、どのようにつらくとも我慢もいたしましょう。 あのかわいい二人の子をどうせよとおっしゃるのですか。あまりにも情けのございます。何とぞご一緒にお供させてくだされません。私が十五の時に十三のそなたと知り合って以来の縁。私とても火の中水の中までも連れて行きたい心はやまやまなれど、この度の西国落ちは戦も同然。 行く先々でどんなつらい目が待っているか分からぬくらいじゃ。それを思うと、私にはどうしてもそなたたちを連れて行く気がしないのじゃよ。その上、今度はあまりの不意の出立で、用意も何一つできてはおらぬ。この上は、まず我が身一人先に行き、どこの裏でも、あるいは島でも、仮の宿を決めたところができたらば、すぐに迎えをよこそうと思う。 せめてそれまで辛抱していてくれぬか。これリの精類あふれる,るばかりの嘆願も今は北の方の嘆きの声にかき消されがちであったがこれリももはやこれまでと決心をすると注文から馬に乗ろうとしたところへ屋敷の内から幼い若君と姫君がパタパタと駆け出してきて。 いずこへおいででございます。私も行きとうございます。父上お連れくださいませ。と口々に言いながら鎧の袖草刷りに取りすがって離れようとしないこれにはこれもりもどうしようもなく安全と涙にむせぶばかりであったその時門外よりひずめの音がして門の中に入ってきたのは 実帝の佐盛はじめ清恒有盛忠房諸盛たちだった「いかがなされたあまりに遅いので案じてまいりました。行幸が遅れますぞ」その声にこれりは気を取り直し幼い者の手を優しく離すとひらりと馬にまたがったがふと思い返し弓のはずでミスをかき上げた。 おのおの方ごらんくだされ。彼ら幼き者たちがあまりにしたいまするので、あれこれなだめすかしている間に気になりながらも遅れを取りました。この言葉に波入ル一同は鎧の袖を脱うばかりであった。これ森の家来に斉藤五斉藤六という二人の兄弟があった。 例の北国の戦で潔い討ち死にを遂げた実森の息子であったが、兄は十九、弟は十七の若侍で、この日も馬の手綱に取りついて、これ森の友を願った。そなたたちの志は嬉しいが、父実森が北国の戦にそなたら二人を残したのも、今日あることを予想してのことと思う。その志を受け継いで、 今度だけは屋敷にとどまってか弱い者たちの力になってくれよ頼むこうまで言われては仕方なく兄弟は涙をのんで屋敷に残ったこれ森の馬が門を出て次第に蹄の音も遠ざかってゆくのを聞きながら北の方は長年連れ添っていたがあれほど強情な夫とは思わなかった これからは、どうやって暮らしていけばよいのか。とただもう泣き伏すばかりで若君姫君の父を慕う声女房たちの泣き叫ぶ声は遠く西国の空にも響くかと思われるばかりであった平家は都落ちの際孝子の憂いを立つために一門にゆかりのある邸宅 宿所家屋などをすべて焼き払った代々聖主隣行の地であった京都も今や全く灰に来そうとしていた御所をはじめとしてかつては華やかなり執行機たちが遊び戯れていた宮殿月夜にうさを忘れ釣りにひとときの心を慰めたことのある広大な庭園また 日夜還元の縁にうつつを忘れて騒いだ大臣、苦行、天上人の邸宅。それらが深紅の炎の中に次第に消えていく光景は哀れとも壮絶とも言いようのないものだった。昨日までは雲の上に雨を降らす神竜として当たるべからざる平家のせいも今は水日の一途をたどるばかりであった。 誠に福と蚊は常に表裏一体というものである保元の春我が世の春を謳歌した平家も今寿衛の秋を迎えるにあたり秋風もそぞろ身にしむ風情であったところで自称四年七月大盤のために上洛しそのまま平家方に仕えることを余儀なくされていた 一軍の東国武士があったすなわち畠山の庄司重義、小山田の別党有重、宇都宮の左衛門友綱田である。いよいよ平家一門都落ちということになり、彼らの処置が問題になった。面倒だ、どうせ彼らは東国の者、即刻首を切れ。という意見も多かった。 その中で、新中納言智森だけは首を横に振っていった。たとえ彼らの首を百人千人切ったところで、体制には関わりございません。そのために故郷の妻子を嘆き悲しませるのは気の毒でございます。もし一門の運命が開かれ、再び都へ帰ってくるときは、何かの役に立つこともありましょう。この度は、許しておやりなされません。 宗盛も知盛の言葉に動かされて彼らを放免することにした。思いがけぬ除名の言葉からついにはいとままでくれた寛大な思いやりに彼らもうれし涙を流しながら。自称より今日までお命を助け下されたご恩に対しても我らはどこまでもご一門とこうお共にいたしとうございます。としきりに願ったが。 宗盛は、「いやいや言葉ではそう申しても誰しも小国は懐かしいものそなたたちの魂は東国にあり抜け殻ばかり西国へ連れてまいっても無駄だからのう」と言って聞き入れなかった忠徳の,の都落ち 一旦一門と一緒に都を後にした薩摩守忠則は何を思ったかもう一度京に取って返した総勢7期というわずかな人数で五条の三味春勢の屋敷にやってきたもちろん一門の都落ちの騒ぎでどこの家も門戸を固く閉じてひっそりと静まり返っていたが春勢の屋敷もその霊に漏れなかった どなたかおいでになりませぬか。薩摩神忠則でございます。と声をかけると、そら平家のお中土だと家の中は急に騒がしくなってきた。忠則は馬から降りて門のそばに歩み寄り、お案じくださいますな。決して乱暴をするために帰ってきたのではないのです。実はひと言だけ。 三味殿に申し上げることを思い出し、わざわざ途中から引き返し参りました。後にご迷惑になってもあいすみませぬ。門は開かなくとも結構でございます。ただ、この門のそば近く、三味殿においでになってはいただけますまいか。この工場を聞いて、春勢京は周備を開いた。薩摩の神だと。 その方ならば遠慮はいらぬ。中へお通し申せ。主の言葉で門が開かれ、主従は中へ通された。向かい合って対面した二人は、急には言葉もなく、黙って顔を見つめていたが、やがて忠則が口を切った。長年、和歌の道には人方ならぬお教えを承っておりますが。 ここ二三年ばかりは戦乱平乱打ち続きとかく世の中が騒がしく心ならずもご無沙汰を重ねておりますしかしこの度は主城も都を捨てて西国へお下りになるという重大な事態一門の運命も今や風前の灯火でございます以前から直線衆選定のことあるよし危機及び 一生の思い出に一種でもと思っておりましたが、騒乱の世となっては、一時、さたやみと承りました。しかし、これから世の中が静まれば、再びそういう折もあろうかと思います。携え持ちました巻物には、私の拙い和歌の数々、時に触れ、織に触れ、書き記して参ったものです。もし、お目に留まったものがあれば、 一種なりと先週にお加えくださればどんなにうれしいことかと思います忠徳は鎧の引き合わせから大事そうに巻物を取り出すと春勢に渡した春勢はそれを押しいただいて中を開いた日頃から読んだ歌の中で特に衆歌と思われるもの百余種がずらりと記されていた そのゆかしい志にともすると涙がにじんでくるのを抑えながら「かように貴重な忘れがたみをお預かりして春勢、これほどうれしいことはございません」「夢夢そりゃくにはいたしませぬ」「それにしてもこの一貫のため懇談のさなかをわざわざ戻っておいでになったとは」 哀れを知る人にしてこそ初めてできる行い春勢この年にして艦類を抑えることができませぬそれほどまでに言っていただいて忠徳今は何一つ思い残すことはございません今は潔く再会の波に沈むこともできますさらばおいとまいたしまする多 にっこりと笑うときらりと馬に乗り兜の尾を締め直すと西国へ向かって落ちていった春勢は名残惜しくていつまでもいつまでもと門の外にたたずんでいるうちに忠だの声らしく高らかに監視を口ずさむのが聞こえてきた「前とほど通し」。 思いを岩山のゆうべの夕べ雲に発す。二度と再び相合うことのできぬ悲しみを込めたその歌の文句が春勢の心を深く突き刺すのであったこれは後日談になるが後に潜在衆の線にあたり春勢は約束通り形見の巻物の中から一首を選んで入れた。 直感の身なので、読み手と知らずとして入っているのがこの歌である。さざなみや、滋賀の都はあれにしよう。昔ながらの山桜かな。常まさの都落ち 皇后宮之助常政は幼い頃仁和寺のお室のもとで誓姿で仕えたことがあった慌ただしい都落ちにも常政は五六騎の友を連れ仁和寺へお別れにやって来た門の前で馬を降りると常政はこの度文運つたなく都落ちを致すことになりましたがこの世に思い残すことといってはただ 八つの時から十三の時までお使い申しました我が君様のことだけでござります。病気以外は決してお離れしたこともなかったのに今後は再会千里の波を枕にいつ帰るとも知れぬ戦の道でござります。今一度肺がんの栄によくしたくは思いまするが何分かっちゅうで御前に思考することもいかがかと思うのでござります。 恒政の口上を聞かれた小室は「構わぬそのままでよいから参れ」と言われたので恒政はそのまま門に入りお庭先に控えていたこの日恒政は紫地の錦のひたたれに萌木匂いの鎧長福林の太刀を履き切り譜の矢を追い重刀の弓小脇にかいさんだ大しい出たちであった。 神王がお部屋のミスを高く上げてお招きになったので、常政は前に進みよると、友の闘病へありのりに赤字の錦の袋に入れたものを持ってこさせた。琵琶であった。千年、私に賜りました生産でござります。もちろん日頃慈しみましたるものではございますが、この紀大の名器を、 むむざむざ都落ちさせるに忍びませぬまた織りよく運の開けた織には再び頂に参上いたしますからそれまでお預かりください」と涙を流していった親王もその心根に感じて一種の歌をお読みになった「開かずして分かるる君が名残よば」 後の形見に包み手ぞを置く常さにも硯を下すったので彼も即座に一首を書き残した「たけのけいの水は変われどもなおすみやかぬ宮の内かな」いとまを告げて外に出ようとすると 稚後をはじめサブライ僧たちが袖に取りすがって名残を惜しむのであったその中でも常政の幼友達であった大納言の法院行慶などはわざわざ桂川の外れまでついてきて別れを惜しむのであった別れるにあたって行慶は一種の歌を送った「暴れなり」 いき若木も山桜遅れ先立ち花は残らず常政もすぐに「旅ごろも夜な夜な袖を片しきて思えば我は遠く行きなん」と答えた行家へとも別れた常政は今はと 持っていた赤旗をさっと高く打ち振ったここかしこで常政の帰りを待っていた家来たちは諏訪こそと集まってきたそれが百鬼ばかりになったところで常政は一門の後を追ってゆくのであったこの青山という琵琶は人名天皇の御代家紋の神邸敏が当の琵琶の博士 連勝部から三局の秘局を授かった時もらった三つの名機のうちの一つである帰帳する際三機のうち玄城・星山は無事だったがもう一つの獅子丸だけは怪人の怒りを鎮めるため海に投げたといわれる由緒のあるものである村上天皇の時だったその夜はちょうど中秋の名月であった 主情は現状を手にして、しばし一人で楽しんでいらっしゃると、影のようなものが午前に忍び寄り、気高い声で歌をわし始めた。主情は引く手を休め、誰じゃ一体どこから入ってきたのじゃと尋ねられた。影が答えるには、私は昔、恩朝の定瓶に、 三曲を教え伝えた連勝部でござりますが三曲のうちに秘曲を一曲伝え忘れた罪により魔道に落ちているのです。今懐かしい琵琶の根につられてついのこのこ入り込みましたがただいまここで秘曲をお授け申し我が身も魔道から浮き上がりたいと思いますので。 言い終わるとすぐ立てかけてあった星山を取り調子を変えて飛曲を弾き始めた今伝わる上弦石上がこれであるこのことがあって主上をはじめ誰も星山に手を触れるのを恐れたので仁和寺のお室にお預けになったその星山をお室はご長愛の深かった常政にまたお預け下されたのである 常政は琵琶の名手であったが十七の年宇佐八幡宮に勅使として下校した際この星山をもって八幡宮の御殿で秘曲を弾いた日頃琵琶の音など聞いたこともない神官が涙を流したほどその腕のさえは見事だった「星山」という名のいわれは夏山の峰の緑のの間から 有明の月の差しのる姿を言う。現状とともに東大の琵琶の二名記と言われている。一門の都落ち池の大納言よりもりは池殿に火を放ち、戸場のあたりまで落ちていったが、戸場の南門まで来ると、 忘れたことがあったと言って急に平家の赤印を切り捨て手勢三百余旗を引き連れ再び京へ取って返したこれを見ていた一門の人々は誰しもキーの漢字を免れなかったらしい侍の一人越中の次郎病へ守次は宗盛りの前に進み出てご覧になりましたかいくら忘れ物とおっしゃっても 三百機が全部ついてまいらずともよさそうなもの。ちと様子がおかしゅうございます。大納言殿にはともかく、侍の一人か二人に矢でもいかけてみましょうか。と申し出た。宗盛もこの様子をさっきから見ていたが、日頃のご恩を投げ捨て味方を裏切るようなやつじゃ、捨てておけ。と、いまいましげに言い放ったので。 森次もそれ以上は何も言わずに引き下がったところで小松殿の方々はいかがいたしたその宗盛の問いに傍らで控えていた知盛が無念そうに口をゆがめた「いまだ一人も参りませぬそれにしても都を出て一日もたたぬうちにこのありさま人の心の移ろいやすさは何としたことでござりましょう」 この文では行く末が思いやられます。どうせのことなら都の中でとあれほど申し上げたのに、彼は宗盛の顔を口惜しそうに見上げた。池の大納言が平家を見捨てて都にとどまったのにはこんなわけがあった。というのは戦乱が始まってからも彼は頼朝から何度も書状をもらっていたのである。 池の大納言の母は頼朝の命乞いをした池の善にで頼朝にとっては命の大恩人であったのだ。だから平家追悼の者にも「決して池殿の侍に弓を引くな」と固く戒めているのであった。最後の際まで迷いに迷い抜いた池の大納言はとうとう土壇場になって頼朝の情けにすがろうと思いついたのであろう。 頼盛りりは妻の最小の縁故を頼って八条の女院が忍んでおいでになる仁和寺の常盤殿に身を隠した「万一の時はお助けください」と頼盛りりが言うと女院は「昔ならばとにかく今の世の中ではどうでしょうかね」と頼りないお言葉であった一門とは離れ敵中ただ一人 頼朝の好意ばかりを頼りにしている頼盛はどっちともつかぬ不安な気持ちであったこれ森をはじめとする小松殿の兄弟六人が戦記ばかりで一門に追いついたのは淀の六田川原近くでだったさすがに宗盛の顔は喜びを隠しきれなかった「今まで何をしておいででした。 それが、幼い和子たちがなかなか話さぬので、いろいろなだめておりますうちにおくれてしまいました。また、どうしてお連れにはならなかったので、つらつら思うに、世の行く末もあまり頼もしいとは思われず、と、安全として言葉を濁した。この日、都をおちゆく面々は、 先の内大臣宗盛、平大納言時忠、平中納言範盛、新中納言智盛、首里の大部常盛、上門の神清宗、本山味の中将重衡、小松の三味の中将これ盛、新山味の中将佐盛、越前の三民道盛、蔵度の塔信元、佐岐の中将時真、左中将清恒、 小松の少将有森、丹後の自重忠夫佐、高豪,豪宮之助常政、様の神幸森、薩摩の神忠則、能戸の神則常、武蔵の神智明、備中の神諸,諸盛、淡路の神清夫佐、終わりの神清貞、若狭の神常俊、兵部の将正明、クランドの台風成森、台風厚盛、 二の総図前身、発祥寺の修行、農園、中納言の立志、中介、教授の棒のあじゃり、遊園、等、等、等。そのせいざっと七千期、東国・北国の戦でようやく一命を長らえた人たちであった。平大納言時忠は、修行のみこしを山崎関殿院に据えると、男山を伏し拝んだ。 南奇妙到来八幡大菩薩願わくは君をはじめ我ら一同再び都に帰れますように出てきたばかりの都の空を眺めやると空はぼーっと霞んでところどころに煙が一筋二筋立ち上るのが見えるだけであるのりもりは思わず一首を口ずさんだ はかなしなぬしはくもいにわかるればやどはけぶりとたちのぼるかな。つねもりもつづいてふるさとをやけののはらとかえりみて末えもけぶりのなみじおぞゆく。日後の義は、 淀川の川尻に源氏が来たと聞いて五百余旗を引き連れて出たが間違いと分かって引き返してくる途中鵜殿で都落ちの一行に出会った定義は馬から飛び降りると胸盛りの前に駆け寄った一体どこへ行こうとなされるのです西国へおいでになったらお中途としてあちこちで打ち散らされ夜辺べのない身の上におなりになりますぞ それよりもどんなことになろうとも都においでの方がよいと思いまするが。措置は効かなかったか。基礎税5万余期はすでに永山東坂本まで到着いたしたという話じゃ。昨夜から法王もどこかに姿を隠してしまわれた。もちろん我らばかりであれば都のうちにて一戦も試みたいと思っていたが。 女院やニード殿につらい目をお合わせするのも心苦しいとにかく一度西国に落ちた上で陣容を立て直して再び剣道朝来を競うと思うのじゃよそれなれば定義ひとまずおいともを賜り自由の身になって解くと考えまするそれはそなたの勝手じゃよいようにいたせ定義は手勢500機のうち大半を 小松殿の金立にと残し自分は三十期で都に帰っていった「貞吉都に帰る」という知らせを聞いて青くなったのは池の頼盛である「大方自分をうちに帰ってきたのだ」と彼は小さくなって震えていた貞吉は西八条の屋敷跡に幕を引かせて 一夜を明かしたが、誰一人戻ってくる者もいないので、明くる日、重盛の墓を掘り起こし、源氏の馬のひずめにはかけたくないと、骨を取り出し、高野山に送り届け、辺りの土は鴨川に流した。その上で、これ以上平家に味方しても無意味と悟ったらしく、かつて定義が宇都宮を預かり、手厚くもてなした吉見を頼り、 宇都宮のに落ちていった平家の一門はこれ森以外は大臣以下妻子同伴での都落ちであったが身分の低い者はそうもいかずいつの日再会することもおぼつかないままに愛する妻子や恋人を都に見捨てたまま西国に落ちていったのである。 福原落ち都を後にした一同は思い出の深い福原に着いたここで宗盛は数百人の重だった侍を呼び集めた「平家の一門この度はご運も尽き果て神明からも見放され君からも見捨てられるという事態に立ち至った。 今後、都を後ににり根の夢を結ぶ旅客の身の上まことに頼りないことじゃそなたたちは先祖伝来の家人としていえ代々平家の長穏をこむってきたものじゃ今こそ恩に報いずして何といたそう我々は主情を頭と仰ぎ三種の神器を携えて参ったどうじゃ野の末山の奥まで 宗盛の赤裸々な言葉に一同は深く感動していた。鳥や獣さえも恩に報いる心は存じております。まして私どもは人間でござります。何でその道に背きましょうか。二十四年間妻子を育て一家を支えてまいったのもひとえに平家の御恩でござります。 まして弓やとる身にふた心はあるはずはござりませぬ。雲の果て海の果てまでもお供いたしまする。と幾同音に申し出るのであったその日は福原の窮吐に一夜を明かすことになったちょうど月の明るい夜で眠られぬまま人々は三年間留守にした懐かしい都のあたりを あちこちこと歩き回った春の花見の丘の御所秋の月見の浜の御所泉殿松影殿馬場殿といったところや人々の邸宅も三年の間にすっかり朽ち果て神女には月の光がさんさんと降り注いでいたこの都を作った頃が平家映画の最盛期であったかもしれぬ。 それだけに人しお考えが胸にこみ上げ、人々の心に涙をそそるのである。翌日は福原の代理にも火を放ち、首上以下一門はそこから船でさらに西へ落ちていく。 栗峠の戦いで大敗を喫し安徳天皇三種の神器と共に都落ちをした平家一門主情は連れ出したものの後白河法皇には逃げられてしまい権威の正当性を主張できなくなった一門の困難を極めた流浪の旅が始まる一方京に上洛した木曽義仲であったが 山国育ちの素やな言動が都人からは嫌われて後白河法皇をはじめ公行天上人との圧力を生じさせていった次回「現代語訳平家物語」第8巻お楽しみにこの動画を作成するにあたりまして原文 並びに他の現代語訳とを比較しつつ、一部原稿を修正して朗読しております。詳細な修正箇所につきましては、動画概要欄をご覧ください。現代語訳平家物語第七巻終わり。